今回はセリフと音楽の関係性について説明していきます。音楽や効果音の差し込みどころが変わることによってどのような変化があるか見てみましょう。まずは台本を読み、稽古前の段階でどのように書き込んでいくかを見てみましょう。読み終わりましたでしょうか。この台本を読んでどんな印象がありましたか。思ったことがあればメモするようにしておきましょう。では稽古に合流する前の台本への書き込み例を紹介します。まだ稽古前なのできっかけが詳しく分かりません。なので音が鳴りそうな場所に丸をつけていきましょう。丸の中に情報を書き込めるような大きさが良いです。今はト書きにある鐘が3回鳴るというところと音楽というところの上に丸をつけました。次は自分が欲しい情報や疑問に思ったことを書いていきましょう。例えばこの鐘が3回鳴る前はどういった状態なのか、明転前に鐘が鳴るのか、明転してから鐘が鳴るのか、またこの場所や時間、環境音が必要なのかどうか、どんな環境音だったらいいだろうか、そういった確認しておいた方が良さそうな情報を書いておきましょう。さらに後半の音楽について、自分が感じた感想やどんなジャンルだったら合うだろうかなどメモをしておきましょう。この今書いた情報はお客さんとして初めて見る気持ちに近いので必ず書きましょう。この内容に正解はありません。ここから演出家と詰めていけばいいんです。それでは次に稽古に合流した後の台本の書き込み例を紹介します。まずは前回の書き込みがある台本からスタートです。稽古を見た結果、鐘の音は暗転中から鳴っているということが分かりました。なのでこういった形で書きます。これは私の場合の書き方ですが、鐘が3回鳴るのは暗転中なので、鐘と暗転中の間に線を入れています。次の音楽は、男性のヨッシャーというセリフの後に流れていました。音楽の名前は、仮に1番目の音楽だったので、M1 とします。さてここで、きっかけの書き方が2種類あることに気づきます。このヨッシャーというセリフの直後に線を引くのと、かっこ大きく喜ぶの後に線を引くのは何が違うのでしょうか。セリフの直後に線を入れた場合は、セリフ尻直後に音を出します。大きく喜ぶの後に線を入れた場合は、俳優の動きを含め一番感情が高まった時に音楽を流します。こういった違いは、曲調や音量などで変わることがあります。稽古を見て一番良い場所を探していきましょう。次は音のレベルを書いていきます。まずは再生器の名前を書きましょう。今回は B というフェーダーだったので B と書き、-10 からスタートだったので -10 と書きます。このように B-10 と横に書いておきましょう。フェーダーの流れはこうなりました。-10 で入った後、セリフが始まる前に少し落としてあります。なので自分がわかるように、初めて見た時からのハーの前では落ちているという流れを書いてみてください。今書いた線の流れのままだと、鐘がどこで終わるのかいまいちはっきりしません。きちんと決めたい場合は、回数を書くか、どのセリフまでに終わりにするかを決めましょう。例えば今回は、僕と付き合ってくださいのいまでにこの鐘が落ちることとします。
なので私は分かりやすいように E に丸をつけました。さらにセリフ終わりでアウトという言葉を付け足しておきます。こうすればこの印が何のためにあったのかも分かりやすいです。どんな印でも構いません。自分が分かるような印を見つけてみてください。この流れでさらに詳しいフェーダーの位置を書き込んでいきます。鐘は B フェーダーのマイナス10からスタートしてセリフ頭でマイナス30まで落ちています。音楽は A フェーダーでマイナス5からスタートして0まで上がっています。その後暗転が来てフェードアウトしていく流れになります。この音楽の線の書き方は暗転の場所から推測するとおそらくフレーズで0まで上がっていく、そして暗転してからフェードアウトしていく流れになるでしょう。もしこの暗転の位置がもっと前、カーブのところあたりにあった場合は暗転とともに上がっていくようなニュアンスになると思います。これも自分のやりやすい見え方を見つけていきましょう。台本の書き方の別な例として丸の中に最盛期の名前を書く場合もあります。このような形です。これも何度も言いますが自分の一番わかりやすい方法で書いてみてください。はい、このような台本が出来上がりました。次は実際に音を当てていきます。今回は映像なので舞台とは聞こえ方は違いますが、きっかけや音が与える影響について掘り下げていきたいと思います。いかがでしたか？ではいよいよ稽古合流になります。はじめは音を出さずに感じたまま見てみましょう。そして音を当てていきます。それではまずは音がない状態で見てみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、いかがでしたでしょうか。初めて稽古を見たので感想や思ったことがあればメモするようにしてください。ストーリーとしては男性が告白をして女性が OK の返事を出す、そして男性が喜んで2人が近づいて歩いていくと。ではこれに音を当てていきたいと思います。まずは鐘の音を選んでいきましょう。はい、3つの鐘の音を聞いてもらいました。どの鐘を選ぶかについては演出家の好みや、時代背景、場所などに左右されると思うので状況に応じて選んでみてください。最後に聞いてもらった鐘についてはトガキとは少しニュアンスは違いますが、演出家にこういうバリエーションもあると聞いてもらうのも良いでしょう。今回は1回目の鐘の音を選んでみました。次に音楽を選んでいきましょう。実際は頭の中でイメージをして曲を決めますが、
今回は映像があるので、映像に合わせて実際に見てみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。3曲聴いてもらいました。先ほども言いましたが、実際には頭の中でイメージをして選曲してください。一番いいと思われるものを稽古場で当ててみましょう。もし何曲か候補があった場合は、演出家に事前に聞いてもらい、稽古で当てて試してみましょう。それでは効果音と曲を選んだので、稽古で実際に当ててみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、初めて稽古で音を当ててみました。頭から解説していきます。まず暗転中に鐘が鳴りました。そして鐘が3回鳴った後に俳優がセリフとなっていますが、3回目の頭と同時くらいに喋り始めました。さらに付き合ってくださいまでに鐘が終わるというルールでいくと、鐘の音は4回鳴っていて、さらに早いフェードアウトで落ちていきました。ここまでをもう一度見てみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。初めて稽古場で音を当てる時に注意しなくてはいけないのが、何を大切にするかということです。おそらく俳優は音がない状態でこの台本を練習していたと思います。初めて音を当てるということは、昨日までいなかった俳優が合流して初めてセリフ合わせをするのと同じことだと考えてください。当然うまくいかないところもありますが、俳優は演出家のストップがかかるまでは芝居を続けなくてはいけません。当然音も芝居を続けていかなくてはいけません。なので今起きていることに反応していくことが良いでしょう。また音の芝居を続けるという意味では、4回目の鐘の音が現実では起こらないようなフェードアウトをしていました。音だけ聞いてみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、このようなフェードアウトはかなり不自然だということがわかると思います。なぜならこのように止まる鐘は実際にはないからです。それと台本に書いた僕と付き合ってくださいにとらわれすぎていて、その後に音は鳴ってはいけないというようなフェーダーワークになっているので、さらに矛盾が生じています。
ではどのように解決するのが良いでしょうか。まずは台本通り3回で音が消えるようにしてみたいと思います。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。はい、鐘を3回にしてみました。続いて4回のバージョンを聞いてみてください。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。はい、4回バージョンも聞いてもらいました。鐘が3回の時は僕と付き合ってくださいの言い終わりより前に音がなくなっていたので少し素の部分があったと思います。もう少し伸びた方がいいような気がしました。鐘が4回の時は効果音は綺麗に収まっていますが鐘の最後の伸びが女性のセリフにかぶってしまっていて決めたきっかけからも大きく伸びてしまっています。ではどうしたらよいでしょうか。全体的に効果音を前倒しして4回目の鐘がセリフ終わりでなくなるようにしてみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。効果音のフェードアウトはかなりスムーズになったと思います。しかし鐘の音が収まる前に女性のセリフが始まってるということで、何か少し落ち着かないような感じがします。何度か稽古をして演出家と相談をした結果鐘が収まってからセリフを言うことになりました。今回は同じ素材を使いたいのでセリフを編集で送らせてみたいと思います。では音声のみですが聞いてみてください。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。はい、いかがでしたでしょうか。先ほどの素材の女性の喋り出しを遅らせただけなんですが、こちらの方が女性のセリフが聞きやすく、相手の表情を見て喋っているように感じませんか。また鐘が収まるにつれて男性の返事を待つ胸の高鳴り、女性の返事を言う胸の高鳴りを際立たせることができます。このように何度か稽古を重ね音を整理していくと俳優の心の動きに寄り添うことができます。では次に音楽について考えていきたいと思います。まずは先ほどの映像の後半から見てみましょう。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、解説していきます。まずこの台本に書かれた音楽というところで今は音楽を当てていますが、本当にこの場所で良いのかを少し探っていきたいと思います。その場合は俳優の心の動きを探っていくと見えやすいので、はい、喜んでの後から彼がどういう動きをしているかを見てみましょう。まずはい、喜んでと言われている間は男性は止まっています。喜んでと言われた直後に体を上げてよっしゃという流れになっています。もう一度映像を見て確認してみましょう。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。それでよっしゃと言った後に女性と見つめ合ってから歩き出しています。音楽は2人の感情が一番重なったところ、一番盛り上がったところで出していきたいと思うんですが、何パターンか場所を変えて見てみたいと思います。まずはヨッシャーの直後に当ててみたいと思います。
僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。では次に2人が見つめ合ったら音楽を出してみたいと思います。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。次はきっかけを前にしてヨッシャーの体勢に入ったら音楽を再生したいと思います。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、3パターン紹介しました。好みもあるのでもういいと思うものを使ってもらっていいと思うんですが、今回で言うとやはりヨッシャーという前に鳴らすものは俳優の感情を先行して説明しているようなイメージがしたので3つ目はあまり良くなかったかなと思いました。2つ目の2人の目があって音楽が流れるパターンは曲調のこともあると思うんですが少し、きっかけとしては遅いような感じがしました。それで最初にやった1つ目のヨッシャーの直後に再生するパターンはかなり限りなく近いなとは思いましたがほんの少しだけ早いような気がしました。ではこの1つ目をブラッシュアップしていきたいと思いますが、実は一番最初に見せた映像のきっかけが私のおすすめのきっかけになっています。きっかけとしては先ほどのヨッシャーの直後と変わらないんですが俳優が息を吐き切ったぐらいのところで再生しています。時間としては1秒もない短い時間なんですがこの差によって何が変わるのかを見てみましょう。先ほどの1つ目にやったバージョンと続いて少しだけきっかけを遅らせた私のおすすめバージョンです。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、2つ続けて見てもらいました。この後半の方が私がおすすめなポイントとして曲調が未来に向かうというか前に進むようなイメージがあるので2人の一歩目と曲のこうドーンというところが合っているのが良いかなと思いました。あとまあその呼吸についても俳優が言い切っているか言い切っていないかこの 0. 何秒かの差はとても大切なのでこの違いを使い分けられるようになるといいかと思います。皆さんがこれを見ていて今のこのきっかけは映像だからできるんじゃないかと疑問に思うかもしれませんがきっかけは足を合わせることではなくて俳優の呼吸に合わせることなので、呼吸の結果たまたま足の一歩目があったというところなんですね。なので、目的を失わないようにしてください。俳優の心の動きを読んで叩いた結果そうなっただけなので、毎日これができるとは限りません。もちろん演出家によっては足が着地した時に曲を合わせてほしいというオーダーがあるかもしれません。その場合この曲調だとかなりシビアなオペレートを要求されると思います。なので何を言われてもいいようにどこでもきっかけが叩けるように精度を高く保っておきましょう。次に音楽のタイミングを変えるとどのような変化になるか見てみましょう。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。
きっかけを、はい、喜んでの後に変えてみました。この場合の見え方としては、曲調のこともありますが、エンディングの持っている雰囲気が先取りされたような見え方になったかと思います。きっかけを変えることについては、次にある同じタイミングで曲を変えるという項目で説明していきたいと思います。さらに同じタイミングで曲調が変わるとどのような見え方になるか見てみましょう。まずは今までと同じ曲で聴いてみてください。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。続いてゆったりとしたギターの曲にしてみます。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、同じタイミングで曲調が変わりました。どんな風に見えたでしょうか。少しタイミングが早いような感じがしました。なのでそこは整理していきたいと思います。本来であれば曲調が変われば演出も変わっていくと思いますが、今回は同じ題材でいってみたいと思います。それでは少しタイミングを遅らせてもう一度見てみましょう。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、きっかけを少し遅くしてみました。今目指したところとしては、2人の目が合うであったり、2人が歩き出しそうな時に音が鳴るようにしました。ではこのきっかけを、はい、喜んでの後に変えてみたいと思います。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、きっかけを、はい、喜んでの後に変えてみました。セリフ直後に音を入れるようにしましたが、これもちょっと早い印象があります。なぜこれが早いと感じるかというと、女性のセリフに対しての余白が感じられないからなんです。その余白によって、お客さんが男性の顔を見る時間があったり、女性の顔をじっくり見る時間があるんですね。その時間がないうちに曲を入れてしまうと、お客さんの心理を先行してしまうので、俳優に感情移入する時間が短くなってしまいます。これは曲だけではなく、効果音にも同じことが言います。この余白をうまく使うことで、作品や俳優の心理を掘り下げていくことができます。では少しきっかけを遅くしたものを聞いてみたいと思います。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、このようにきっかけを一つずつ整理していきます。今の曲の場合だと、曲の入り口はとてもいいのですが、その後の歩き出しや後ろに歩いていく速度などが合っていないように思います。演出家がこの動きで絶対に決めたいという場合は、この場合は曲を変えます。ただ、この曲がいいとなった場合は、演出家と相談して今の動きでいくのか、何か変えるべきところがあるのか探っていきましょう。それではさらにきっかけを遅くしたパターンを見てみます。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。今度は
よっしゃと言った後に音が鳴らずに2人を歩き出して、後ろに行く時に音が鳴るようにしました。この場合なら2人が歩いて真ん中で立ち止まる、もしくは、後ろを見て立ち止まる、そして歩き出す時に音楽が鳴る方が良い気がしましたが、現状では2人が後ろに向かって歩き出す瞬間にしました。このきっかけについては、やはりヨッシャーから何か、照明なのか音でも他のものなのか何かで、埋まってるものがあって、それで曲が最後に鳴り出すっていう演出にならないと、ちょっと今の場所は無音のままでは厳しいかなと思いました。それではこの曲が冒頭から鳴っていたらどんな感じになるか見てみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、頭から曲が流れているバージョンでした。意外といいんじゃないかと思われる方もいると思うんですが、この場合ですね、曲がずっと流れていることで、この告白が絶対に成功するという空気が最初から出てしまっているので、まあ一言で言うとあまり面白くはないというか、感情が揺さぶられるところがないので、頭から曲が流れている場合、いい雰囲気になった場合は、曲は流れてていいんですけど、本当に伝えたいときは曲を下げたり無音にしたりするととてもいい効果があります。ちょっとやってみましょう。初めて見た時からずっと好きでした。僕と付き合ってください。はい、喜んで。よっしゃ。はい、男性が告白をした後に無音にしてみました。そしてよっしゃと言った後に曲の続きのいいところを再生してみました。かなりまとまった印象があると思いますが、これは、皆さん覚えていますでしょうか。最初にやった鐘の時と同じことをやっているんですね。こういった音の差し引きで緊張感を出せたり、俳優に感情移入したり、気分を明るくしたり、いろいろなことができます。ぜひ試してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は映像で解説したので平面的な部分を見てきましたが、舞台ではさらに音量や定位を調整することにより作品の深さが増していきます。まずは台本を読み込み、さまざまな舞台を見て作品のメッセージ性や俳優の心理を読み取る力をつけていきましょう。次回はクリエーションについて学んでいきましょう。